イサーク・カラッソは、オスマン帝国出身の医師で、実業家。ダノンの創業者。英語読みで、アイザック・カラッソと呼ばれる場合もある。本名イザク・カラスとして、サロニカのセファルディムの家系に生まれる。カラスとは、黒い水の意味。青年トルコ人革命の中心人物、エマヌエル・カラッソはおじにあたる。1916年、バルカン戦争の戦火と、 ギリシア軍の進撃を避けて、カタルーニャのバルセロナに移住し、イサークから外と解明。医学部卒業後、消化器や腸の病に苦しむ幼児が多いことに着眼。産乳を健康食として普及させたメチニコフの研究から影響を受け、バルカン半島では胃腸の病のためにヨーグルトが食べられていることを思い出し、ヨーグルトの資金をブルガリアから輸入。 伝統的な製法とパリのパスツール研究所の純粋培養システムを組み合わせることにより、ヨーグルト生産の工業化を最初に成し遂げた。当時まだ西欧にはヨーグルトが普及していなかったため、当初カラッソはヨーグルトを薬局を通じて、医薬品として販売していた。彼が設立した会社は1919 19年にダノングループに発展した。この社名は、息子。 ダニエルの名のカタルーニャ語系による愛称に由来する。息子のダニエル・カラッソは、ダノングループの経営を継ぎ、カタルーニャとフランスに事業を展開したが、1941年、ナチスドイツの侵攻に伴って、米国に移住。これに先立つ1939年、イサークはフランスで死去した。ありがとうございます。